ここはなんかうまそうなんじゃないの？うんて。よし行こう。これ走っていかなくちゃいけない。おー来た来た来た。はいどうもどうもお待ちしておりました。おー。はい、これはすごい背脂。もう背脂たっぷり。これが燕三条のね特徴の一つなんですよ。へえ。背脂チャッチャ系の元祖とも言われるこのラーメン。燕市とそのお隣三条市に古くから伝わるご当地麺。人呼んで燕三条流背脂ラーメンです。いいですね。お、麺がすごく太い。ほら、本当だ。どうよ。ういま。眉でいいよ。ね。あ、美味しい。見た目よりあっさりしてますね。そうですそうです。大量の煮干しを使ってすっきりと優しい味わいに。これは美味しいわ。燕っていうのは、こう洋食器とか家内工場のすごい多い町で。いますよね、それは。それで昔はね出前の文化なんですよ。冷めにくいように背脂で蓋をして、で麺は太くして伸びないようにっていうこの先人の方たちがね考えた知恵なんですよね。なるほど、そういう理由でこういうラーメンになってんだ。新潟には他になんか美味しいラーメンとかあるんですか？そうですね、新潟はねたくさんラーメン王国って言われるぐらいたくさんラーメン王国、はい、ラーメン屋さんはすごく美味しい、すごくレベルが高いですから、いろいろ食べてもらいたいんですけど、実はね隣町にね面白いラーメンがまたありますから、ぜひ食べてほしいですね。面白いラーメン、はい、なんですか？というわけで大将おすすめのイケメンを求めて燕市のお隣三条市にやってきましたよ。ほらここだ、龍翔園さん、三条小ラーメン。ここが大将が言ってた面白いラーメンがある。なんだこれ、大丈夫かこれ。ラーメンの上におじさんが座って、ラーメンのスープを捨てているんだね。何これで目はあさっての方向を向いてない。これはシュールだな。なんでしょうこれ、何のこっちゃさっぱりわからん。わからんな。いらっしゃいませ。どうもサンドウィッチマンと申しますが、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。いらっしゃいませ。どうもどうも。いらっしゃいませ。ね、はい。スープ、ラーメンのスープぶん投げてた人間。そうで私です。ですよね。そっくりじゃない。ちょっぴり怪しげなご主人ですね。でもこの道なんと40年以上ベテランの料理人なんです。わあ来た。はい。お待ちどうさまです。どうも。はい、これがラーメン。おお、なんだ。ラーメンです。なんだこれ。はい、真っ黒じゃん。このラーメンの正体とは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。私は今長岡に来ています。というのもですね、長岡が生んだソウルフード生姜醤油ラーメンが10月4日からカップ麺として全国発売されているという情報を聞いたからなんです。では早速行ってみましょう。さあこちらのセブンイレブンにもあると伺ったんですが、入ってみましょう。いらっしゃいませ。あった、まるちゃんの新潟長岡系生姜醤油ラーメン、これですよこれ。生姜醤油ラーメンはここ長岡が生んだソウルフードです。地元のお客様にも大好評ですよ。店長ももう召し上がったんですか？はい、確かに長岡の生姜醤油です。スープはあっさりとしながらも生姜の風味でインパクトを出しました。また麺はコシのあるノンフライ麺です。セブンイレブンをはじめ県内のコンビニスーパーで好評発売中。長岡の味が全国へ。皆さんぜひお試しください。新潟県三条市の龍翔園、この真っ黒いラーメンは一体。あれ、カレーだ。え、はい、カレー味じゃん。そうですね、うん、カレーだ、はい、カレーの味だ。そう、三条に伝わるイケメンとはカレーラーメンだったのです。三条市内70店舗以上のお店で提供されるカレーラーメン。そのスタイルはお店によって様々です。中でも個性的な龍翔園のカレーラーメンはなんとスープに竹炭が。果たしてそのお味は？あ、美味しい美味しい。美味しいです。そんなに辛くないですね。辛くないですよね。いいですね、この縮れ具合も。スープが上がるようにね。いい感じで。はい。すごいね、具材が。レンコンとかいろいろ入ってるよ。お茶とか。キノコから卵から。大将ね。これでかいでしょ。ねえ。これやりすぎでしょこれ。それは度肝を抜かすために。確かにこれ度肝抜かれますよこれ。ちょっとしょっぱいですよ。酸っぱくてしょっぱい。おお、うるせえ。一生懸命に作って三条一番になるつもりで、私三条一番、三条一面ですね。はい。三条一番にして負けないように。もう店構えからずっと面倒くさいですね。多分昨日の晩考えたんでしょうね。昨日と我々が来るから考えてたんでしょうね。これ。そうですね。まあ食べてください。わかりました。三条一番。三条一番ね。ね。そんなご主人、他のお店のカレーラーメンもぜひ食べてもらいたいと案内してくれることに。さあ行きましょうか。ありがとうございました。はい、じゃあこれからそのいいんですか、この学校で。いいですよ。どうですか、このインディ・ジョーンズみたいな。後ろから玉が、これでインディ・ジョーンズかっこいい。めんどくせえ、めんどくせえ。別々に行きましょう。行きましょう。はい、行きましょう、行きましょう。どうぞ。やってきたのは大衆食堂まさひろ。お店の一番人気はやはりカレーラーメン。はい、カレーラーメンです。はい、僕です。はい、あれ、はい、できました。ちょっと僕ちっちゃくないですかこれ。富澤と比べて僕ちっちゃくないですかこれ。ミニサイズのカレーラーメンなんですけど。あ、これミニサイズなんですか。皆さんね、遠くから市外県外から多分三条中のカレーラーメンを一回来て何軒か回りたいっていう人が結構多いんですよ。なるほど。時に半分であればもう何軒か回っていただけるという。これはいいですね。ハーフサイズです。ハーフサイズです。具は大きめの豚肉、人参、じゃがいもなど、まさにカレーライスのようなラーメンですが、おお、美味しいですね。カレーのスープが絡みついてて美味しいですよ。確かに王道ですね、カレーのね。王道ですね。王道色ですね。王道です。王道です。こちらは去年開発した冷やしカレーラーメン。お店のご主人の工夫で進化し続けているカレーラーメンですが、その歴史はとても古いのです。一番古いお店で今から70年以上前からもうメニューにあるという、当たり前のように食べていたカレーラーメン、全国的に珍しいと気がついたのは最近のこと。そこで町おこしの切り札にと考えたのです。カレーラーメンを提供しているお店で有志が集まって、カレーラーメン部会というもの。カレーラーメン部会っていうのがあるんですか。そうなんですよ。今日実はそのメンバーが、今日集まってるので。あ、そうなんですか。紹介したいんでどうぞ。ぜひちょっとご挨拶していただきたいと思います。いっぱいいますね。こんにちは。どうも。カレーラーメン部会の皆さん。ずらり揃ったカレーラーメン部会の皆さん。ご主人たちの個性的なカレーラーメンをいくつかご紹介。こちらはプチライス付き。カレーライスとしても楽しめます。なんとあんかけラーメンも。澄んだスープなのに味はしっかりカレーです。こちらは40年以上愛されるカレーラーメン。どこか懐かしさを感じさせる一杯です。マップに載ってるのは31軒ですけれども、市内でカレーラーメンが提供されている店が70軒以上あるという。皆さんから参加していただけるような会になるとね、もっともっと三条が大いに売れると思いますけどね。ボケない時もあるんですよね。そうですね。意外と真面目に答えると思う。びっくりしましたね。大勢のところで。大勢のところですね。普段はこうしのぎを削ってる、要はライバル店なわけですね。ライバル同士仲悪いとかないんですか。全くないですね。まあこんな感じの調子で皆さん今こういう会合をいつもしてますけど、もういつもこんな感じでもうノリノリな感じで。お二人よりは仲いいですよ。いや僕は仲いい。喧嘩したことないですよ。あれ真面目に言うんじゃないですかこういうとこ。どっちだかよく分からないですよ。みんなが真面目にやるんですよね。何かこうもっと盛り上がるアイデアっていうのはもう会議されてたりするんですか。私どうも組合長といたします。組合長、はい。これまた個性的なカレーラーメンを作る組合長。カレーラーメンを盛り上げるための秘策とは？一応カレーラーメンの歌っていうことで。カレーラーメンの歌、はい、今カレーラーメンか、はい、カレーラーメン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 の歌は9月にできたばかり。地元のミュージシャンと若者たちが歌っています。店主たちだけでなく街ぐるみでカレーラーメンを盛り上げているのです。みんなで盛り上げてねえ刈谷さん、はいじゃあぜひともお願いします。刈谷さん最後に一言お願いします。はい。今日はどうもありがとうございました。そんなことおかしいね。なんで最後に。街の人たちの心までつなげるあったかいご当地麺でした。